2分間で解説するドライバー業務。今回は観光バスドライバーについて解説します。修学旅行や団体ツアーで活躍するのが観光バス。毎日行き先が変わるので、旅行やドライブが好きな方におすすめの職業です。出社後、アルコールチェックや車両点検を済ませたら、バスガイドと共に点呼を受け、事前に決められたルートを確認します。配車場所に到着し、お客様の手荷物の積み込みを済ませたら、いざ目的地へ。決められたタイミングで適宜休憩を取りつつ、目的地でお客様をお見送りしたら、その間に車両の点検や休憩を取ります。観光バスドライバーの拘束時間は1日13時間、運転時間は9時間までです。そのため渋滞などが発生し、拘束時間が超過してしまう場合は、運行管理者に連絡して行き先やルートの変更をする場合があります。お客様がお戻りの時間になったらお出迎えをして帰着地へと出発。帰着地に到着し、お客様をお見送りしたら帰車。給油や洗車、就業点呼を終えたら業務終了です。たくさんのお客様の旅を安心安全にサポートする魅力的なお仕事、それが観光バスドライバーなのです。ドライバー求人サイトのドライバー。